はい、皆様お疲れ様です。今回のね、動画というから需要のような感じの、内容なんですけど、タイトルにある通り、2021年 MVP ラジコンイベント予定というのを、ちょっと記事にしてみたいと思います。はい、では第1弾目ですね。9月19日参加型ラジコンオフミ、主催者はヘリが主体ですけど、まあ空物全般で、皆さんとワイワイ、言いながら、飛ばそうイベントになります。まあ、こちらはクラブ飛行場を借りて、個人主催のイベントになりますんでね、まあ世に言うオフミというやつですね。オフイベント、そちらの方をね、開催したいと思ってます。こちらの方はね、去年の、2020年ね、台風が来た後で、まあ相当ね天候も悪かったんですけど、なんとかね雨の中も開催、途中やんでね、フライトしてもらうこともできたんでね、まあなんとか、成功に収まったのかなと思ってるんですけど、去年はなんとあの F3C 世界チャンプの伊藤くんもね来てもらって、まあ皆さん雨の中でもワイワイってねなったようなイベントになります。もちろんね、参加者、が、全然来てもらって、飛ばしてもらってもいいんですけど、まあ条件としてラジコン保険、保険関係だけはねちょっとしっかりしてもらいます。で飛ばす人に関しては、ちょっと、まあ、保険のね確認とかしたいんで、提示の方お願いすると思いますんでね、対応の方お願いします。でフライトエリアなんですが、YouTube チャンネルの方で、掲載してる、まあ、映像があると思うんですけどね、そのまんまになります。基本去年よりね、駐車場が広くなって、車が止めるところの自由度がねかなりねちょっと広がったと思いますんで、あとフライトエリアが、ちょっと駐車場、去年より駐車場エリアに来ましたんでね、止めるところをちょっと変えるような感じになります。それでも去年よりは、駐車車両を置くところは、増えてると思います。はい、次に10月3日、これは MVP の方で、主催になります。2021エンジョイ RC フライトショーというのを、MVP の方で、主催するようです。各ねラジコンクラブとかメーカーさんを呼んで、まあ世に言うミニおじまというような感じのイベントを、代表の方は考えているようです。まあいろいろとね OK ムケさんとかね来るようなこともね言ってましたんで、ね、いろんな展示物、デモフライトとかねありまして、即売会もなんかやるみたいです。いろいろね本当にまあミニおじまのような感じになりますけど、まあ物品を買ってすぐ帰るんじゃなくてちょっとね見ていただければいいんじゃないかなと思います。まあ安いからといってもね、そんなに安いく、めちゃめちゃ安いという世の中じゃないと思うんですけどね。まあ買うだけ買って見ないで買えるのはちょっとどうかなと私は思います。そして自分が今把握している最後のイベントが10月10日の日曜日かな。F3C スケール大会を MVP で開催するようです。F3C とスケールの、フライトローカル大会というのかな、そのような、ね、ものをやるようです。去年一昨年かな、自分が見たのは、ラマとかスケールヘリ来たんですけどね、
まあ某コロスケのおかげで去年はグタグタになったみたいですけど、まあどうなるかちょっと分かりませんが、また、開催して、イベントをやるようです。こんな感じでね、今現在3本の、イベントが開催するようですが、他にもね、飛行場が使えない時のイベントがちまちまあるようなので、クラブ員の方はね、まあ、BBS 掲示板の方ね、見てもらって、把握する方がいいかと思います。そしてね、また情報が全然入ってこないんですけど、3DX ファイナルを、まあ、当 MVP 飛行場で、またやるようなことが、まあ、2、3ヶ月前ね言ってたんですけど、まあ、それからどうなったか進捗状況がね、代表の方にも全然聞いてないらしくて、どうなったかちょっと分かりません。まあ場所的にね MVP だと集まりやすいというのもあるんですけど、やっぱ 3DX はねスポンサーの数とか、まあ、正直ドローンのイベントみたいに、お金は集まってこないんですけどね、やっぱりどうしても経費というものはかかってしまうんで、まあどんな捻出になるか、まあ、駐車場代を徴収してもいいのかなと思うんですけど、その駐車場代っていうのは要は仮設トイレの設営費と思ってもらった方がいいのかなと思ってます。この仮設トイレがねイベントで建てるとね、いや1泊2日とか2泊3日でね高いみたいなんですけどね、こういうのがあって、トイレ常設のところで、イベントを開催するというのが、まあ、あるみたいなんですけど、まあ、MVP の弱点っていうのがそのトイレの常設がないというのが、まあ、最大の弱点になるのかな。他は正直言って環境的にもね、他の家とかも遠いですし、川からも意外とね遠いんでね、そんな川ポチャとかねしませんのでね、まあ、正直 3D ラジコンイベントだったらまあ最高の環境じゃないかな。で、おととし2018年か、そちらの方で開催した、MVP での最後でのイベントなんですけど、その時ね、まあトラクターがクソ邪魔くさいとこにねちょっといたんですけど、そのトラクターの納期かな、トラクターの後ろに引っ張るなんかでかい機械が今なくなってますんでね、広々と、飛ばせる感じで、斜めじゃなくて、左右にね、飛ばせるような感じになります。そんな感じでね、イベントと未定のイベントもねありますけど、今ちょっとねラジコン規制とかありましてで、なかなかね盛り上がんないんですよね。当クラブ員の方もいやーまあちょっとねやる気が落ちてるっていうのが正直なところなんですけど、まあなんとかねラジコン規制がある程度柔らかくね軟着陸してもらったらねまだ生き残れるのかなと思ってしまいます。はい、それではご視聴の方ありがとうございました。ご清聴といった方がいいかな。イベントの方ね、いろいろやろうと思ってますが、これね拡散していただければすごいありがたいです。今ね落ち込んでるこのラジコン業界、規制にも負けずね、飛ばしたいと思いますんで、お願いします。ついでと言っちゃなんですが、高評価、チャンネル登録お願いします。いろいろ情報発展していきますんでね、励みになりますんでお願いします。それでは失礼します。